ひまわりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。人生の意義の2回目ですね。まあ、人生の意義っていうのを毎日毎日考え続ける必要はありませんが、まあ、特殊な職業の人は別にしましてね。哲学者とか宗教家は大切でしょうけど、我々はまあ、他にやることもありますもんですから。だけど、たまにはやっぱり人生の意義というものに時々思い返してみると、自分たちが今当面しているいろんな悩みとか、まあ、そういうものがですね、いや、実は大したことなかったんだ。こう気がついて気楽になったりもしますんで、まあ、ちょっと、年度末にあたってですね、人生の意義というのをちょっとやっております。2回目ですね。自分一人では生きることができないのに、なぜ自分本位なのかと、という自己が大切なのかっていうですね。これも、まあ、ものすごくもちろん、ヨーロッパ文明と日本文明でも違いますし、また、封建時代と現代とも違いますし、まあ時代とか場所によってかなり違うような考え方が出てくるものなんですね。私は科学者なんで、一応スタートは科学的に分かってることを一応確認して、それからまあ自分の経験とか感情っていうふうな順序になるっていうのがまあ私の考え方なんですね。で、人間っていうのは非常に特殊な生物で、もちろん今から6億年ぐらい前に、その6億年よりか前は単細胞生物ですからね。単細胞生物な頭と体が一緒ですから、目も一緒だし、一緒っていうかないっていうかね。ですから、頭で考えてなんかものをするってことはないわけですね。ところが多細胞生物に6億年ぐらい前になってですね。最近まで僕5億5千万年前って言ってたんですけども、その後いろいろな発見もありますし、それからいろいろ文献もこう読みましたらね。生物と多細胞生物と言えるかどうかっていう議論のある生物も交えますとね、まあ6億年つっていいだろうなと思って最近は6億年前つっておりますが、まあ6億年前に多細胞生物ができまして、もちろん最初は頭もなければ神経もないんで、血管もないんでね、今みたいなのは違いますが、まあ少なくとも多細胞生物になれば、血の通る血管を作ろうと思えばできるし、神経細胞もできるし、それから、足とか手もできますしね、頭もできるということで、まあそこら辺をスタートしますとね、そこから少しずつ少しずつ中枢神経系とか、それから頭脳ができてくるわけですね。まあ人間で言えばちょうどこの奥の方にある、こことこの間ですね、にある、まあ、古い脳ですね。僕の言ってる古い脳です。まあ中脳とか小脳とかね、なんかいっぱい名前がありますけど、そういったものですね。それはですね、不思議なことに、6億年間の記憶が詰まってるんですね。記憶とか教訓とか。まあ、本能ということもあるし、それから、本能という言い方はちょっと、まずいんじゃないかと思うんですね。別に本能というもので、それは規定されてるんじゃなくて、6億年間の知識の集積ですね。まあ、最初はいろいろいらない知識もあったでしょうけど、だん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 、こう、6億年も経ってますから、少しずついらないものが切り取られて、いるものだけが残って、今のところ6億年間の知恵がここに詰まってるんですね。どっちかったら利他的なんですよ。まあ仲間を大切にしていこう。なぜかったら、例えばほとんどの動物は群れで生きてますからね。だから群れの調和を壊したりですね。自分と違うものとの、よく人間関係が難しいって言うけど、個体関係難しいんですね。だからそれを調整するいろんなやり方ですね。家族が仲良くやっていくとかですね。それからお父さんお母さんを尊敬するとか。さあみんなこれにあるんですね。ところがまあ、だんだん生物が発達する。それ以外に、自分で得た知識も、利用しようってことになりますね。そっちの方がいいやってことになる。つまり、ここのこの古い脳にあるところはですね、お母さんが、あの人は味方ですよ。ああいう形をしたのは危なくないですよ。こういうのは危険ですよって教えた通り、その後に自分が生まれて勉強しても、それが頭に入んないもんですからね。ちょっと具合が悪いだろうっていうことで、自分で経験したものを入れるところを作った。それが大脳ですね。この表面にあるんですね。で、これができたので、伝統的な知識と、それから自分が生まれてから、だいたいまあ、3歳から5歳ぐらいからですね。まあ、三つ子の魂100までもと言いますから、まあ3歳としましょうか。3歳から25歳ぐらいまでに、22年間に溜め込んだ知識が大脳に入ってるんですね。それはお母さんやお父さんから引き継がないですね。お父さんとお母さんがいくら英語はベラベラでもですね、まだ英語っていうのはここの伝統的な脳には入ってませんから、もちろん。ですから、お父さんお母さんが両親とも英語はベラベラでも子供は
英語の単語一つも知らないと、まあ、いうような構造なんですね。ですから、この人間がこの大脳で考えるっていうと、あたかも正しいことを論理的とか言いますよね。論理的に考えるとかね、合理的に考えるとか。これが論理的であるか合理的であるかなんてことはわかんないんですよ。ただ、3歳から25歳ぐらいまでに、自分の知識、体験、そういったもので作られたのが大脳なんですね。この大脳っていうのはもともと 400cc から体積ですよ。400cc から 500cc ぐらい。まあ、ほぼ猿と同じぐらいの体積だったんですけど、それがまあ人間が700万年ぐらい前に生まれて、それから500万年間、随分長い間、200万年前、今からね。それはだいたい 400-500cc だったんですよ。それで、だいたい思考能力も猿と一緒。だから、だいたい本能が勝って、それをちょっと手伝うっていうぐらいだったんですね。ところが200万年前に、ぐーっと脳が大きくなり始めまして、と同時に、火を使うとかね、男性のセックス、性欲が少し弱くなるとか、そういったいろんな、まあ、いわば本能から少し離脱したようなね、動きをするようになります。火を使うってことは、本能から言えば火は避けますからね。だから人間が火を使うというのは非常にこう本能から離れた状態になったわけですが、まあ、そういうふうになります。で、その200万年間、どんどんこう、大脳が増えてきましてね。ついに今はこう、我々はこの中心にある伝統的な脳をかぶさっても、自分が先っていうことになっちゃったんですね。まあ、で、利己的になりました。伝統的な脳は利他的。新しい自分が考えた脳は利己的なんですね。ですから、まあ、一旦思春期が終わって、自分の考えが整うとですね、悩むんですよ、一時ね。これはこれ利己的な、利他的な、どっちをすべきなのかとかですね。そういうことを考える。もともとの自分の生物としての利他的な心、判断ですね。それから、3歳から25歳までに獲得した新しい利己的な判断。